こんにちは、里愛です。今回はグルテンフリーのレーズンパン、レーズンブレッドの作り方の話をしたいと思います。レーズンはブドウ糖を含むので疲労回復にも良くて、鉄分、そして糖を含むので貧血予防にも役立つんですね。そんなレーズンにダイエットにも役立つ米粉、そして鉄分と食物繊維が多いオートミール、それから鉄分が多い豆乳を加えることで、美容健康ダイエットによりヘルシーパンを作ります。注意点や効果を増やすコツも話していますので、最後までじっくりご覧ください。では早速材料と作り方の話をしたいと思います。まずですね、レーズンは大さじ1杯くらいですね。数えてみたら大きさにもよりますが、20粒くらいありました。これを使います。そして米粉は、約 35g ですね。カップにすると約半分、100cc ぐらいですね。100cc ぐらいを測ったら約 35g ありました。これをね、ボウルにも測っております。オートミールですね。これはインスタントタイプの、柔らかめでもう加熱してあってすぐ使えるタイプのフレークタイプになります。これを大さじ2杯加えます。そして塩も少々加えます。このくらいですね。レーズンも加えます。ね、無調整豆乳を 40cc から 50cc 加えます。今回 40cc 加えたいと思います。この豆乳によってね、ちょっと粘度が変わってきます。お好みの緩さにするといいと思います。で、そして、こちらですね、太白ごま油を使います。加熱に強い油がいいです。そして癖がない油の方がいいです。太白ごま油を使っていますが、他の油でも大丈夫です。これを小さじ1杯加えます。かき混ぜたところで、最後に、アルミフリーのこちらですね、最後にアルミフリーのベーキングパウダーを小さじ2分の1杯加えます。これくらいですね。だいたいよく混ざったところで、粘度は今回はこれくらいにしますが、もう少し固くても大丈夫です。好みの型に入れます。今回は、これくらいの容器にクッキングシートを敷いたものに流し込みたいと思います。こんな感じですね。こんな感じにしてオーブンの200度で10分間焼きます。で、焼いた後ですね、そのまますぐに出すのではなく、しばらく冷めるまでそのまま放置して余熱も使います。では今から焼いていきたいと思います。はい、こんな感じで出来上がりました。ちょっと、出して割ってみたいと思います。よいしょ。ふわふわ、ふかふかですね。ちょっと湯気が出てます。はい、とっても柔らかくてふんわりして素朴な美味しさがある、レーズンブレッドになります。はい、ではここで注意点を話したいと思います。こちらレーズンブレッド、手作りですので保存料など使っていません。ですから冷蔵庫保存でですね、翌日までには食べきった方がいいです。出来たての方がね、美味しく食べることができます。で、もしそれ以上にね、保存したいなと思った場合は冷凍庫保存で1ヶ月以内に食べきってください。そしてこのレーズンパンを食べる時ですが、水分をね、多めに取ることで効果が高くなります。この水分を取る際もローズヒップティーを一緒に飲むとより効果的になります。その理由はですね、ビタミン C が入っていますので鉄分の吸収を良くするんですね。そしてクエン酸が入っていますので、疲労回復にも効果があります。ですからできれば、ローズヒップとかハイビスカスが入ったティーを一緒に飲むとより効果的です。とっても簡単にできて美味しいので、ぜひ作ってみてください。レーズンやその他の材料についての詳しい効果については、概要欄で案内の元のブログ記事の方に詳しく書いていますので、興味がある方はご覧になってみてください。あなたの健康ライフを応援しています。最後までご視聴ありがとうございます。ご意見やご感想などはコメント欄までお願いします。では次もお会いできることを楽しみにしています。またねー。